こっちのやっぱり強みっていうのはこれだけのまあ体とあと小回りの効くキューティーとやっぱり2人でのあのなんだろうなトンチン感というか本当にこんな JWP のまあちっちゃい選手と一番でかい選手と組んでのこのタッグチームなんでやっぱりそういったところのカラーを出してですね私は今日はもう蹴りまくってカオル選手あまり蹴り受けたことないと思うんでねやっぱりカオル選手を狙っていきたいなと思ってます。信頼感っていうのは多分福岡とカオルより2人の信頼感よりも全然私はこっちの10年来だよだってねえ、うん、ちょっとそこら組まれてくらいねえ本当だよもうだから関西がもしやられてても、うん、絶対返してくれるっていう信頼してるから、だからもう組んでてもすごくやりやすいからもう関西についていけば普段の試合よりも、うん、全然激しくできると思うんで今日は絶対に負けないでしょう。さあファイナルマッチです。 JWP 認定タッグ選手権試合60分一本勝負ようやくタイトルマッチにこぎつけましたカオルと福岡。しかし相手はダイナマイト関西とキューティー鈴木です。チャンピオンのチームにとりましてはこれが2度目の防衛戦。1度目は5月20日京都で尾崎キャンディー組を下しています。これが2度目の防衛戦になります。さあゴングです。まず先方はダイナマイト関西そしてカオル、この2人が飛び出してまいりました。ローキック、このディフェンスは十分練習したと語りましたカオルです。今お聞きいただけたでしょうか、2人いっぺんに来いとダイナマイト関西がそう言いました。完全に飲んでかかってるというそんな山本さんコメントだと思いますがこれをどう受け取りますか。そうですね、カオルはですね、はい、そのキックの避け方をね、ちょっと安易に考えてますね。ああいう避け方だとやっぱりね、はい、4発5発食ってしまうと足がもうダメになってしまうんですね。おっとすかされてしまいました顔面のキック。それとねやっぱり関西のはチャンピオンですからね、はい、それはやっぱり風格とですね自信もありますし、なるほど、それは2人かっこいいって言いますよ。はい、早くもダウンです。これも口の攻撃ですからね、はい、カウント4、カオルが完全に意識をなくしているようです。あ、今気がついた。ゆっくりと起き上がっていきますカオル。また安易に起き上がると、蹴られますよ、はい、気をつけないと。だいぶキックをその関西のキックを受けたことがないのでその辺は十分警戒していると語ったカオルなんですがそれを図らずももらってしまいました。もう先制攻撃でしたね、キューティーが捕まった。ローリングクレイドルに入りましたカオルです。まあおそらくこの福岡とタッグチームを作るようになって形成するようになってこういった技を出し始めたものと思われますが、カオル、さあ本家本元がいきます。福岡はまずローリングクレイドル、お手本を見せるような格好でやはりスムーズに回転します。福岡はこのキューティー、もちろん関西にも気をつけなければいけないんだけれどもこのキューティーの動きにちょっと注意したいと言っていました。相手に捕まらないようにしたいとそう語った福岡。関西が出てきます。そして関西は倒れている。カオルに容赦のないナルシストキック、そしてこちらにもローキックを放ちます。さあバックドロップだ、凄まじいバックドロップ、例によって急降下、そしてこれを助けるようにキューティーがフォローに行きます。カウントを取りに行きました。キューティーが言っていたんですけども、カオルと福岡、はい、確かにコンビネーションはいいものを持ってるけれども私たちはそのコンビネーションという面ではなくて心がつながっている、はい、関西とはもう長いもう選手生活ですから一緒の気持ち、相手が何をするのかよく分かると、それが逆に私が立ち回らなければいけないことも分かるし関西が待っていて蹴りを離すタイミングさえも分かる、そちらの方がどっちかというとこういいんじゃないですかと
そういうことを強調してたんですけどね。キューってですね、はい、そのなんていうんですかね、普通の職場で言えば適材適所、はい、それを言ってるんでしょうね、きっと。なるほどね。ということでね、自分が書きましてですね、最後はね、はい、関西にとどめさせてもらおうと、はい、そういう戦法でしょうね、きっと。持ち回りやってるのは、自分の役目をね、よく心得たということなんでしょうね。自分が書き回して、そして関西につなげる、そういう戦い。おーという声しか湧き上がりません。横浜文化体育館、カオルですね、外に立ってる時に、前に見ましたようにですね、待機しなきゃいけないわけですよ、はい、安易にですね、あんなの簡単に蹴られたり殴られたりいけませんね。なるほど。現在捕まっているのは福岡光ニューコスチューム、カオルもこのシルバーと黒のヒョウ柄を織り込んだニューコスチューム、2人が揃えてきています。蹴りながら自分のコーナーに持っていくという関西らしいやり方。関西は試合前大歓声が起こるでしょうけども、その大歓声の中、私のキックの音を皆さんに聞かせますと、そう言ってリングに上がってきましたが、その通りのキックの音がこだましています。おーっと、強烈なドリルアホールパイルドライバーです。まあこの世の中ですね、力とかそういう点ではね、蹴りとかそういう点では、はい、何枚も抜けてますから、そうですね、それをいかに打開していくかですね、はい、今日は私の右足がうなるよと、そう言ってリングに向かったダイナマイト関西、その通り右足がうなりを上げています。やっぱり打たれ強いね、殴られ強いですね、そうですね、動きだけじゃ問題じゃないですね、側転からのエルボー、そして今度はゆるーく自分の膝を持っていきました。なだれ式と言いましょうか、DDT あるいはフェイスクラッシャーを持っていったのが福岡、そしてその後カオルがフォカウントを取りに行きましたが、カットに入りましたキューティー。さあカオル待ってましたとばかり、相手の手の中に飛び込んでしまいました。カオルです。関西がタッチを求めました。キューティーが行きます。早い感じの横に捉えた感じのスープレックス、ちょっとサイドスープレックスとは形が違うんですけれども、投げを見せました。さあそしてあーっと、ザンダイブ待っていたんだよという感じで叩き落としました。相手の顔面目指してのドロップです。ドロップキック2発、このままカオルが捕まってしまうんでしょうか。キューティーはまだ余裕の顔で戦っています。今みたいに擦るでしょ、足を擦るのが一番きついんですよ。まともに食ったのでまだいいんですけど、擦るのがきついんですよ。そうでしょうね、今、はい、カオルが非常に痛いという顔をしましたから。あ、ジャーマンです。さあ今度はドラゴンスープレックスホールド、キューティーの18番ドラゴンが出ました。どうもキューティーの方は福岡の方に怒りが向いているようです。ボディスラム。さあそしてどうしますか、あらよという感じで、えげつない。さあ関西も行きます、私も行く。あーと今グラッとカオルが動きました。ちょっとバランスを崩しましたが、もう一回やり直し、2人で行くんでしょうか。ダブルフットスタンプ、今行きました。内臓破裂カウント。これはですね、関西も危ないんですよ。今ね食らってきましたもんね、体重しても消耗ですね、危ないですよ、足首が。はい、まあ関西は余裕のその後表情を見せましたので、おそらく大丈夫でしょうけども、おーっとスプラッシュマウンテンをうわーっとカオルに持っていきました。そしてそのままホールに入っています。こういうのを初めて見ました。キューティーをスプラッシュマウンテンホールで投げ捨てました。そしてカオルがあわやホールかという体勢。まあ大きな体の大きな関西がキューティーを弾丸に見立てて、それを相手に投げ捨てていくわけですが、今度は自らバックドロップを放しました。いやいや、しかしブリッジの力が残っています。さあ今度は本当の本当、スプラッシュマウンテンオート、もう一回やり直しでしょうか。
スプラッシュマウンテンホールド。あーと前方回転ミサイル、油断した隙、後ろから福岡の前方回転ミサイルキック、かなり強烈に入りました。深く入っています。さあ今度はプランチャーが、いや、ムーンサルトプレス、キューティーは下に落っこっています。今ようやく這い上がってきた。まあ福岡は無茶やりますね、我々も仮に今当たりましたよね、しかし自分も頭が落ちてしまうわけですね、はい、そうですよね、あれ紙一重ですよね、危ないです、モロハバの剣、まあ、それだけね、はい、タイトル取りたいという執念でしょうね。あ、そうでしょうね。さあムーンサルフットスタンプ、ムーンサルフットスタンプが顔面です。いや、今のは大丈夫でしょうか。一瞬、まあ気のせいでしょうが、関西の顔がひしゃげたように見えました。さあ今度はどうしますか、もう一回行くのか、ムーンサルトか、フットスタンプか、ムーンサルトプレス、いや、関西の顔は真っ赤になっています。二人で行きます、空飛ぶ越境タック、もう一発か、三つ目が行きます。三つ目は福岡光、さあ行った、フットスタンプは顔面か肩か胸元か、カウントが入ります。山本さん、今逆に言ったらチャンスですよ、さあ顔が気合を入れました。プラチナ色に染めています。この関西の髪の毛をぐっと引っ張り上げました。痛がってる場合じゃないという、さあ私たちの勝利が近づいてきたんだというカオル。このまま関西やられてしまうか、ブレンバスターか。さあカオル独特の垂直落下のブレンバスター、カウントが入ります。危ない、キューティーカット。これ画面ではあまりよくわからないと思いますが、肉眼で見たら関西のおでこ真っ赤なんですよね。先ほどのフットスタンプで真っ赤になっています。おっとバランスを崩した、珍しい。カオル勝ちを焦ったか、もう一度やり直します。一度踏んづけておいて、あーとやっぱり待っていました関西、一度タイミングを崩したのが致命傷。さあキューティーがもうすでにトップロープで満を持して待ち受けています。軽く水面蹴り、そして円錐に一発、飛距離がありました、かなりの飛距離、金メダル級の飛距離を見せて見事にヒットしました円錐に。さあもう一発キューティー、今度は比較的近い距離です。あーとカオルが行った、いやー福岡が行った。福岡がキューティーを羽交い締めにしています。後ろから食い止めています。そしてアヤムホイップか、なだれ式のアヤムホイップ。カオルは随分ちょっとダメージを受けたようです。ここでバトンタッチ、さあ今度は福岡光タイガードライバー、ここで決まりか。関西今まあ2人関西がコーナーにいますが、関西ダメージかなりすごいですね。ありますね、はい、だからですね、関西がですね立ち直る前にですね、キューティーを締めてしまうとか、何かそれでもあったらですね、タッチさせるんだったら関西今チャンスですね。ということですね、はい、やっつけたらタッチ、あーと逆に切り返したのはキューティーです。切り返したのはキューティーでした。今ちょっと関西の助けをもらうわけにはいきません。キューティー、私がやらなければいけません。投げ捨てた格好になりましたが、後ろからドラゴンスリーパーに入りました。うわーとかなり強く入っているようです。チャーリーが心配しています。チャーリーは確かめています。福岡に確認を求めています。先ほども尾崎とそしてスーパーヒールデビルの間で両者ともダウンというシーンがありましたが、締め落とそうというドラゴンスリーパーをかけているキューティー鈴木。キューティーがこれでまあ少しでも関西の回復の時間がね稼げますよね。そうですね。カオルの方も今外ですか、ちょっと泡を吹き始めました。大丈夫でしょうか、大丈夫か。あ、今
こちらも目を離せないんですが、コルセット状のものを巻いています。関西、腰を痛めたんですかね。そうでしょうね、おそらく。あ、今年最後、 JWP としてはタイトルマッチ、まあ、タイトルマッチとしては今年これが最後ということになります。したがってチャンピオンチームの2人はかなり気合が入っておりまして、絶対渡すわけにはいかない。特にこの関西、一つベルトをなくしているだけにその気合は凄まじいものでしたが、うーっとその勢いが空振ってしまいました。あ、おまけに胸を打ったか、痛めてるところを打ったのか。さあ、キューティーがカット、うまいカットだ。うまいカットにキューティーが入りました。カオルも行く、あーと、カオルは投げ捨てられた。カオルは場外です。さあ、関西チャンスだ。そしてキューティーは場外に向かってニードロップ。さあ、カオルは完全伸びています。その隙に福岡を捕まえた関西、ボディを抑えながらアピールをしてみせましたが、ダイナマイト関西、まずはバックドロップ一発。まずはここでピンフォール。カオルのカットの前に自力で返しました福岡。さあ、決めのポーズです。スプラッシュマウンテンホールドか、担ぎ上げた。おっと、これは痛めてるところらしい。どうもボディが響きます。ダイナマイト関西、まずはカオルを食い止めておいて、さあ、そしてこれから量にかかります。もう一発カオルにとどめのだ。お、その前に福岡が先ほどのキックでダウンしています。カウント3が入った。4つ目、立ち上がることができますか。福岡、かなりのダメージです。立ち上がった、ファイティングポーズ。カウントは止まりました。あーと、しかし腰から崩れ落ちそうな。さあ、とどめを刺すようなこのバックドロップ。白いマットがうなります、揺れます。ダメージを負っていました。カオルがなんとかカット。じゃあ、さあ、山本さん、そろそろとどめですか。チャンスですよね。今カオルは抑え込まれている。そしてまずはご覧のようにハイジャックバックブリーカーの体勢から叩き落とすぞ。スプラッシュマウンテンホールドだ。裏カンナが切り返した。逆転一発の裏カンナを見せましたが、これはカウント2。いやいや、危ない。関西とキューティー、あわや逆転負けのところでしたが、さあ、今度はジャーマンスープレックスホールド。タイガードラゴンかもしれません。あるいはジャーマンドラゴンでした、はい、ドラゴンスープレックスホールド。今度はさあ、トップロープから、トップロープからの、いやー、カオルが助っ人に入りました。お前は黙ってろという感じの関西。ああ、関西がこのチャンスを捉えました。ダイハード関西だ。福岡ダメージを受けています。カオルが行った。おお、フランケンシュタイナーか。時間が止まったようにぴったりと2人の動きが止まりました。さあ、前方回転ミサイルキック、凄まじい回転でぶつかっていきました。キューティーがトップロープだ。そしてカオルが先に飛んだ場外へ。キューティーがにやりと笑ってダイビングに円錐にヒットしました。しかし決まってません。関西とカオルは場外です。場外でダブルノックダウン。しかし権利があるのはこちらの2人。さあ、なだらしのドラゴンです。なだらしのドラゴン、これは危険。カオルがようやく今追いつきました。エルプに入ることができた。そして合体のムーンサルトプレス。横浜文化体育館、割れんばかりの声援です。さあ、関西が、あっと、関西のダメージは相当のもの。まだ場外で
関西はモンドリ打っています。今ようやく総挙体を上げてまいりました。さあ福岡が行く、関西が引きずり下ろします。カオルが飛んだ、そして福岡も飛んだ、回転エビ固め。26分20秒回転エビ固め、福岡1回戦中の勝ち。チャンピオンが交代です。新チャンピオン越境タッグ、カオルと福岡、新しいチャンピオン誕生です。